大空を縦横無尽にかける戦闘機は、いつの時代も少年たちの心をつかみますよね。トップガンなどが良い例であるように、戦闘機乗りに憧れた人も多いのではないでしょうか。2012年の1月に、ワクワクするスレが立ちました。元戦闘機パイロットだが質問ある？航空学生49機、F4EJ 開発 S9、2004年ある身体異常が出たエリミネート、現在無職。やっぱ飛んでる時最高？最悪です。特に体感ミッションはもうやりたくない。出勤楽そうで羨ま。車だよ。ミッドウェー海戦の失敗の原因について語って。守りに徹して日本が仕掛けなければオケじゃなかったのだろうか。操縦桿と自分の、どっちに行ってる方が興奮しますか？に決まってるではないか。そのままどっか突っ込んで死にたくなんない？死ぬかと思うことは何度もあった。パイロット不適格になっても地上勤務とかあるんじゃねえの？あるけど俺は辞める道を選んだ。空って、どうだった？最初は良かったけど、もう毎日飛んでたら本当に嫌になる。エースコンバットみたいにガラス？数字とか出るの？ラプターかっこいい。ヘッドアップディスプレイか出るよ。電圧訓練って辛い？辛い、目がおかしくなる。F14VSSV51。見て感想を一言。やっぱトムキャット有利だろうな。一般観光の飛行要員でファイター乗るのはどれくらい難しいですか？あと、裸眼視力は悪くてどれくらいまでなら使えますか？大体飛行隊に一人まあ30人ぐらいに一人裸眼は 1.0 は最低ないと厳しいと思う。高機動飛行時に視力が絶対低下するから。搭乗経験の有無に関わらず好きな機種は？ F15J。本当はエリミネートしなければ F4 老朽化のため F2 のパイロットになる予定だった。この前沖縄でベテランパイロットが F15 と共に墜落してたね。連度低いの？いやアメリカに次訓練連度は2位。あの事例は同期に聞いたが ACM ドッグファイト中にオーバー G から G 降下時に、失神したと聞いた。実際にドッグファイトしたら日本は初多いのか？やっぱりアメリカ最強？ F15J のパイロットは米軍を楽勝で倒すしトップガンなんて眼中にないよ。ただラプター除く。なんでやめたの？地上勤になっても行くポジションがなかったのと思う出世もないしその前にパイロットクビになったのに絶望した。スクランブル発進で中ロの機体見たことある？中国はないけどロシアは腐るほど見た。対艦攻撃ってどういう風に辛いの？低高度アラーム鳴りっぱなし、ASM2 の射程が短いため相手に簡単にロックオンされても無視して侵入、実戦ならほぼ死亡。レッドアウトとブラックアウト経験したことある？両方ある F15J や米軍機とドッグファイトしてると良くなるよ。もし特攻しろって言われたらできるか？まあその時はあったな。給料とかは高いのか？手取り30万程度だったかな。俺でも乗れるのかな？操作は難しそうだけど。着陸は無理だろうけど操縦自体は非常に簡単だからできると思うよ。F2 に、津波で流される。F4、老朽化。F35、開発中。現場に絶望感漂ってた？ F2 が流された時は俺はいなかったけど、F4EJ 回老朽化についてはしょうがないものだから悲壮感はなかった。目の前で離着陸見たことあるけどめちゃくちゃ音が大きかったわ。F4 はうるさい。FX 選定のゴタゴタと結果の感想。どっちにしろ米軍機になると知ってた。再就職の当てはあるの？見事にないわ。パイロットで手取り30って少なくね。まあまあじゃないかな。百力地ってレベル低いの？非常に高い。FX 候補機の中で乗ってみたいのはどれ？ユーロファイター乗ってみたいな。ペダルが左右にあるけどあれ何？ロールペダル。やっぱりモテる？俺はモテなかった。空で見ちゃいけないものを見た回数は？スクランブルでフランカーを見た時は絶望した。3回。戦闘機って燃料満タンでどれくらいの時間飛べるの？大体2時間で燃料補給が鉄則。最終階級は？砲台で？航空台？航空学生航空自衛隊、高卒のパイロットコース階級は2等空位。RF4 のパイロットは凄腕で揃いって聞いたけどどのくらい凄腕なの？基本的に元歴戦の F4 パイロットの方たちが行くところで多分、飛行時間も3000時間は超えてるベテランパイロットの集まり。何よりも年齢がある程度達してるにもかかわらず戦闘機パイロットと同じ身体基準を保ってるのが驚き。ミサイル撃ったことある本物？ない、バルカンならいくらでもあるけど。UFO 見たことある？そういう通報はよくあるが見たこともないしもちろんスクランブルもない。しかしちゃんと確認してるようだよレーダー部隊に。確かに戦闘機のパイロットの再就職って聞かないな。以前 JTA かどっかは空自上がりを再雇用してたってのは聞いたことある。あとはやっぱりエリア88系だろ。輸送機や回転翼のパイロットならあるかもしれないけど戦闘機と民間航空機だと、全くの別物だから採用ないだろうな。アメリカのエリア 88？ 元ファントムのパイロットでも採用してくれるのかな？映画インディペンデンスデイの空戦シーンで、パイロットがイーグル20フォックスプーとか言いながら、ミサイルポチってたけどあれはなん？イーグルなんとか、機体名及び番号がタックネームと予想。フォックスなんとか、米軍のミサイル発射の意味だったと思う。ポチったのはクックオフという現象でも悪発状態だと思う。機体番号とミサイル番号？宣言してから撃たないといけんのかめんどくせえ。空自でもミサイル撃つときにこんなの言うの？空自は日本語で言います。発射したことないけど。パイロットよりマーシャラーに憧れるわ。タイブラスト姿勢とか男の俺でも燃え死ぬわ。
マーシャラーってパイロット落ちた人がやるの？それとももともと別なの？空自で言うと APG ジェット機整備員だな。全くの別物です。彼らは一般入隊地上勤です。マーシャラーとは戦闘機や飛行機を安全に離着陸できるように誘導する誘導員のことです。両手にスケック状のライトをじって、戦闘機を誘導する姿が映画などで描かれることが多いので、知っている人も多いのではないでしょうか。裸眼視力 0.2 はきつい。てかメガネやコンタクトでも乗れる？今の航空学生は裸眼 0.2 強制 1.0 でいけるんじゃなかったっけな。パイロットの上手い下手の差って簡単に言うと何？着陸で一発でわかる。着陸でわかるって、エンジンの絞り入り方とか、狙ったところに落ちてるか、とか、そういうところでしょうか。あとアドバース度量だっけ？ F4 の操縦といえばあれが有名だけど、実際操縦した人間からしたら大したことなかったりする？まあそんな感じですが、接地した瞬間、ケツが痛いぐらいがいいです。民間航空機はパイロットによると思いますが、アドバース度量は結構難しい技で私も習得するのに苦労しました。パイロット以外の仕事でなら日本航空とか全日空で働けるんじゃないの？俺の父ちゃん航空自衛隊から日本航空行ったよ。輸送機で機長資格持ってないと無理ではないかな？俺はファントムの機長資格は取ったが編隊長資格は持ってない。対空ミサイルより ASM2 の方が射程長いんじゃないの？索敵レーダ能力はあちらの方が上でロックオンされる。操縦してて楽しいと思ったことは？完全に仕事と割り切ってた？完全に仕事と割り切ってました。正直いっぱいいっぱいだった記憶があります。戦闘機を模擬戦とかじゃなくてマジで撃墜したことはある？ないです。ファントムちょっと壊したとかある？何回もあります。やっぱ訓練生中は後輩ビリとか受けましたか？訓練から帰るとベッドが地殻変動を起こしてるとか。日常茶飯事です。パイロットが夢だったから、やめたわけ？降りたら意味がないからな。航空学生時代から合わせて10年頑張ってきたものだったから当時は本当に絶望した。F4EJ 海で中華フランカーと戦ったら勝率どの程度あるの？ 2 割、斬新だっけ？苦しいというかなんとか戦術飛行で倒せるかどうか1対1なら F4 の方が不利だと思う。ミサイル避けたことあんの？ないです。下手くそな着陸されるとひどい時は1回でタイヤ交換しなきゃならなくなるしな。その通り、実は俺もやったことある。私イーグルが大好きなのスレムシさんはやっぱりバイパーゼロが一番好き？ F15J が一番好きだが F2 の通称バイパーゼロも好きだな。戦闘機って東京大阪だったらどのくらいで着くの？よくわからんが全力で飛べば5から10分ぐらいだと思う。通常飛行だと20分ぐらいだろうか。関西機乗りは海事なの？関西機はヘリだけ、海事です。彼らも航空学生と飛行幹部があります。ゲームだといまいちわからないけど現実だと機体の性能差ってもろに出てくるの？機体の差か確かに出ますが、その機体の能力を出せるパイロットも非常に大事です。あと、深く言うとパイロットの航空整理学の初見体の限界も大事なものだと思います。F15 で出勤しようと思えばできるんだよな。かっこよすぎるわ。家に離陸できる滑走路と整備員がいなければ無理です。ブルーインパルスだとどの機が好き？ T4 ブルーインパルス。一番安定してるのは T4 だろうな。自分だったらとてつもないが T2 で極技飛行なんてしたくない。ただでさえあの機をコントロールするのに大変なのに。T2 は基地方向の運動性は劣悪だが、ハイスピードローパス時の安定性は抜群だぞ。あの機は操縦形態が完全に異なり操縦する側は癖があり大変なんですよ。まあ長年操縦している F1 のパイロットなら別かもしれないけど。学生の練習機には向いてなかったと感じた。ぶっちゃけ F1 に乗るんなら T2、F15、F4 なら T4 で良いんではないかと学生時は話題になったもんだ。確かにロールに関してはスポイラーの特性が独特だし、アドバース度量も少なからずあるけどな。でも着陸侵入はやりやすかっただろ。実際 T2 は練習機には向いてないよな。開発側のエゴが強すぎて半分研究機になっちまってる。音速突破音がありますけど滅多に音速に達することはなかったです。他国の機体で好きなのは？ラプター？SU-37 ですな。フランカーってそんなに強いの？会いたくない戦闘機ってどれとどれ？実際、見た感じ機動性は F15 を超えてるのではないのかと感じました。本気出したところは見たことないですが実力は未知数に感じました。トップガンガン中ないって、やっぱ連動は昔から日本最強なんですか？まあ F15 であればという感じです。飛行共同体と戦った時の感想でも。秒殺、無理だろって感じ。FX 選定は F35 で良かったと思う？操縦性能初見がよくわからないから予測でしか言えないけど機体の感じとエンジンの感じからして、それほど高機動力があまりないのとそれをカバーするエンジンパワーもないように感じますね。もうドッグファイトの時代は終わったのかな？と感じます。基本的にステルス技術が欲しいのであれば妥当だと思います。ドッグファイトは創作物でなければそうそうお目にかかれませんが、実際どのような感じなのでしょうか？戦闘機同士の戦いってどんな感じなの？射程に入ったらお互い撃ちっぱなしミサイルぶっぱなしてエスケープ。どっちもミサイルを避け切ったら、再び撃ちっぱなしや、みたいな感じ？あと、ミサイル避けるのってどのくらい難しいの？ミサイルって当たることが稀なの？外れることが稀なの？もちろん、ミサイルぶっぱなしたら回避行動を取るのが基本中の基本、たとえケツを取っていても。
ミサイルが当たるか当たらんかは全て運次第だろうな。もちろん当たることが多いと思う。正面から出会う場合、FE、お互い射程に入ったらぶっ放して、F 矢印矢印 E、逃げる、E 矢印矢印 F、の、それとも、正面から出会い、FE、ケツの取り合いが始まる、F、E、の、あと、通常敵を発見できるのはどのくらいの距離なの？これは難しいな。状況や相手の出方次第で全く光線状況が異なるんだよな。高速軌道を相手にしてる場合、AIM7 や AIM9 の特性上、到達可能性もあるし、ものすごく議論したことなのだが答えは出ない。俺の場合は前車で発射する可能性が高いな。天気がクリアなら有視界で10キロは超えてたと思う。有視界？普通戦闘機とかってレーダーで完璧にどこにいるのかわかるものじゃないの？偵察電子戦機受信対策のため、普段の訓練は有視界で DC の揚撃管制官によるレーダー助言によって行うことがほとんどです。レーダーの索敵距離、ナビなどの性能は現在の F-15J と同じものを使っているので言えません。すいません。スクランブル時は完全にレーダー助言で行います。もし相手が偵察電子戦機であるとレーダー索敵能力及びプログラミングなどの性能がバレてしまい、電子戦攻撃妨害電波、及び対策、上を行くものを作られるからです。間違った解釈をしていたら申し訳ないんだが、ということは、例えば日本の領空に戦闘機が突っ込んできても、その存在に気がつけないことがあるということ？それはレーダーサイトのお仕事。敵に、戦闘機のレーダー能力を把握されるとまずいので、地上のレーダーで誘導してもらうって話じゃね？やっぱ、F-22 には憧れた？てか日本に、欲しかった？自分は戦術操縦士なのでそれほど興味はありませんでしたが、アフターバーナなしで音速に達するのは驚きですごいと思いました。もちろん日本に欲しい機体ですが、回収などの将来性はどうなのかなと思います。やっぱり G による疲れというのはなかなか抜けないものですか？なかなか取れないですね。ブルーインパルスってどのくらいすごいの？あんなに高度の飛行技術を当たり前のようにできるところです。隊員内にはやっぱり流国というか、タモガミ支持な雰囲気ありますか？強烈な愛国心とか、担っている仕事の重要度、重圧を考えれば発狂すぎると思うので、どうモチベーション維持しているのでしょうか？タモガミさんのことはよくわからないですけど、まあ国を守るというモチベーションですかね。一番ビビった体験教えて。ヒットバリアー。ヒットバリアーって BAK12？ まさかエンドのバリアーじゃないよな。エンドのバリアー。ヒットバリアーって何ですか？滑走路をオーバーランした時用にバリアーというセンサー作動のテニスの真ん中にあるゴムの網みたいなやつとその奥にタイヤの羅列がある。そいつにヒットしたことがある。油圧系のトラブルでブレーキが効きづらくなったため、当然事前報告してたから緊急態勢だったけど、まさに九死の一生スペシャルだったよ。米軍とか他国の軍の人とかと交流あったりするの？日米共同訓練では敵国に回りますね。在日米軍はフレンドリー味方ですが。戦闘機パイロットって飛行中はおむつ着用するの？人によります。私は着用してました。恥ずかしながら工事機動飛行時漏らしたことがあります。F-35 より台風入れるべきだと思うんだが、どう思う？俺も個人的にはユーロファイターのような気がするけど、これから20年近く使うのであれば開発実験中である F-35 になってしまってもしょうがないような気がする。台風のが日本の防衛産業的にもいいと思うよね。回答ありがとう。最強精鋭の基地、部隊ってどこですか？これも秘密ですかね。俺がいた当初では、小松の 303SQ、千歳の 201SQ がいつも戦技競技会で争ってたな。今はよくわからないけど当時、若手で優秀なのが揃っていったのは303飛行隊だろうから。303かな。アンロード加速ってどんな感じ？詳しいな。機種を下に保ちながら飛行して加速するのだから気持ちの良いものではない。慣れといえば慣れなんだろうけどな。俺は苦手。パイロットシートってクソ硬いけど、血を患った場合も我慢して座らなきゃならないの？ドーナツ型のクッションとか尻の下に敷いちゃいけないのか？血は食用病だよ。ドーナツ型のクッションフライトスーツの中に隠し持ってる人が多い。意識が飛ばなかった最大の G も知りたい。対 G スーツ及び酸素マスクも着用高度8000メートル想定で 5.6G です。女性隊員は気が強いってイメージがあるけどどうなの？あんまり話しなかったからな。どうなんだろう。無知でスマソなんだけど、戦闘機って実戦になったら何する仕事が一番多いの？スピード平均どれくらいの中を操縦するの？ F-15J、空対空。F-4EJ 海現在は退役及び F-2A の仕事は空対艦、空対地が主な仕事でそれに伴う作戦機の擁護のため空対空も行います。スクランブルってどの時点でかかるもん？スクランブル発進したとして、いくら模擬戦で連戦連までも実戦とは大違いだよね。パトリック・コーラサワーのように、大変失礼な言い方だけどスクランブル発進って意味なくない？ほぼ特攻でしょ？タイミングとしては5分以内に日本の領空に侵入してこないくらいの検基準 BZD スクランブルがかかります。最近は先にレーダー部隊からコックピットスタンバイ指示が多いと思います。まあアラートのテレビにもレーダーがモニターできるのでそろそろだなーっていうのもわかるようになりました。まあ最低限の武器しか持てないので特攻ですね。近距離ってどれくらいから？まあ有視界可能な区域大体10キロぐらいからでしょうか。戦闘機に乗っていたら自用用の免許があると思うけど、
小さい民間にでも就職できないの？飛行中に猛烈な腹痛に襲われたらどうするの？事業用操縦免許は自衛隊を辞めるときに実は言うと返さなければなりません。昔であれば就職先が航空会社の場合は返さなくてよかったようですけど。我慢するか漏らすしかないです。訓練といえども作戦行動任務遂行が一番ですから。昔、自衛隊の人が故障を起こして民家に墜落を避けるため、最後の最後まで機体に止まって、安全確認を死ぬと分かっていながら、緊急脱出装置免許してた人のことを思って緊急脱出したのあるでしょ？それは本当だと思う？緊急脱出装置故障でないことを証明するためだけに緊急脱出。T33 の件かな？もう高度の時点でベイルアウト仕様が助からないとわかるからな。本当だと思う。戦闘機乗りの人にとって、ブルーインパルスと飛行共同体ってどんな存在？ブルーインパルス、天才派だ。飛行共同体、怪物。もうそろそろ疲れたな寝るかな。みんなサンクス。いろいろ面白い話をありがとうオツ。ありがとうございました。スクランブルでフランカー見た時の話聞きたいな。絶望した。って書いてたけど、どんな気持ちで？絶対叶わないだろ。って感じ？一緒に乗ってる人とやばいよな。って話したりとか？じゃあ最後に、フランカーを初めて見た瞬間、マジかよ、まずいなーって相方と陽気に話して、ウェポン確認を急いで空対空しようとわかりましたが勝てるのか？と思い一瞬、自分の技量と機能性能限界がよぎり絶望感を感じました。フランカーと識別した瞬間、もしもの時に勝てないと見込み DC は小松と百里にホットスクランブルかけてくれましたね。ということで皆さんありがとうございました。お疲れ様。以上でスレは終わっていました。それでは続いてもう一つ、2020年の5月に建てられたスレを見ていきましょう。高卒でも戦闘機パイロットになれるという事実。すげえな。どんくらいのエリートなんやろか。昔は小卒でなれたらしい。マジ？どうやって選抜されたんや？ワイのパッパクージからあないったで。パイロット。すげえ。むしろ高卒からしか無理やろ。防衛大からもおるやろ。一般幹部と防大もあるで。英語喋れんと無理やろ。学生の時点で教官への報告で英語使うってどっかで聞いたで。大卒の戦闘機パイロットとか逆に難しいからな。高卒で入ったら4年後にはもう飛行機乗ってるんやろか？空を飛ぶ乗り物の操縦とかかっこいいよな。しかも一人乗りで回転できたりするとかな、ほんまかっこいい。操縦士は防大か空自の幹部候補からしかなれんやろ？大卒やん。それが高卒からの枠であるんやぞ。人殺し専用の乗り物に乗りたいなんてやつ高卒ぐらいだわ。同時に国を守る乗り物でもあるんや。なお防大、修士卒でパイロットなれる？幹部候補生の飛行要員で受かったらあり得る。防大って大卒資格取れるんだっけ？確か取れたはず。寮生活さえなければ自衛隊なりたいわ。ほぼ刑務所じゃん。いい噂全く聞かないし、それがなければ行ってみたいんだがな。パイロットは寮ちゃうんやろ？というか幹部は全員映画いちゃうっけ。ドローンでポチポチ空爆したいんごね。パイロットってめちゃくちゃ勉強しとるんよな。航空学生のペーパー試験ってどんくらいむずいの？航空が 2-3% とか255倍とかよう聞くな。っていうか宇宙行きたいは月か火星。自衛隊のパイロット上がり合い感上がりが確かおるよな。まあ何にしても若いうちやな。せやな、防大も年齢制限あるし、航空整備士って資格あるんか？国家資格やで。ジェット機を民間で乗れる資格ってあるんやろか？ジェット機っても4人乗りもあるからな。鶴瓶が免許持ってる。民間だよ。機体の差があっても操縦の腕で戦力差をひっくり返すことできるんか？できるんちゃう？ただ最近の航空戦ってレーダーでの戦いの印象あるわ。適正なかったら航空管制官とかになるしかないのきついわ。整備士もあるぞ。まあ最近の自衛隊は大変やな。人手不足すごすぎて毎年定員割れしとるよな。コロナ不況で回復するかもわからんが。多分コロナで氷河期来たら大変なことなるで。むしろ戦闘機乗りってどうやったらなれるんや？防衛大学校って陸海空で分かれてんの？2年か3年目から希望とかで陸海空に分かれて、その空の中から飛行要員が出るはず。英語できればなれるやろ。スレはこの辺りで終わっていました。戦闘機乗りになるのは大変でしょうが、何事も挑戦してみないことには始まらないので、若い人は目指してみてもいいかもしれませんね。皆さんは戦闘機のパイロットになってみたいと思いますか？